はい、4日前に人生初のイボ人になったゴリスポです。上がハドソン社のマッドマックス、下が火山社のマッドマックス、それぞれいいとこ悪いところを、これは前もやったんですが、ちょっと違うところで、別の角度でいいとこ悪いとこをやってみたいと思います。両方リアルウッドですね。ちょっと遠近差で、上のハドソンが小さく見えてしまいますが、実際は全くと言っていいほど同じサイズです。そしてハドソン社のいいところっていうのはここが綺麗なんですよ。リアルウッド、段差がほとんどなくて、まっすぐにちゃんとなってるんですよ。それが、しかもこの木目が美しい。これは個体差がものすごいありますね。一丁一丁ものすごい個体差があります。自分のはトラメっていうか当たりだと思ってます。あとは多少の傷とかはもうしょうがないです。これはもう、昔の銃ですからね。今は新品では買うことはまずまず不可能です。火山車のいいところ、こちらは新品で買えるっていうのと、あと木製グリップで言うならば、ここですね。すんごい段差があるんですよ。動画では分かりづらいと思いますが、あとはここですね。これがギューッ曲がっちゃってるんですよ。ちゃんと加工してないんですよ。で、向こう側隙間が見えるんです。はい。そしてこっちも、隙間が半端じゃない、わかると思います。もうこの辺は火山車ダメだなって。正確にはハドソン車も隙間はありますが、本当にわからない、言われないとわからないようなレベルなんで、ただ木の、こちらは硬い。ものすごい硬いです。それぞれ、ハドソンと火山車一長一短ありますね。あとハドソン車のいいところって言ったら、そうですね。これですね。あ、ごめんなさい。鑑定。はい。ここがちゃんと戻ってくれる。ただこれはしっかり整備したやつで、自分整備したんで、ここが一番いいかなと。あとはマイナスネジですね。ちゃんと使ってますね。ところが火山車っていうのは、プラスネジ、12プラスネジを使ってしまったという、ここ大きなマイナスポイント。あとは、まあ、こっちはしょうがないしても、ソードオフ、ぶった切り系ですよ。なのに、ここにサイトがついちゃってるという、はい、ありますね。ぷよって。ただこれはロングバージョンを手に入れて、あ、サイトついててよかったなって思いました。大体話したいことは話せたかな。はい。あとは自分は、そう。こっちの火山の隙間があっても別に自分は何とも思ってないんです。それは、これは以前もやりましたが、こうだから、こうか。こっちがハドソンですね。はい。これをやることによって隙間が、なくなるんです。はい。不思議と。これ不思議。火山とハドソンのバレルを合体させると隙間が消える。これが自分の大本命の形です。はい。しかも火山車はね、ここが、まあ全部なんですけど、また戻しますね。フルメタルですね。これは違法かと思いきや、合法でしたね。大丈夫です。はい。その一部フルメタル化するとダメってなっちゃうのもありますが、これは全く問題ないです。はい。それは、これがモデルガンじゃないからです。これがモデルガンだったとしたらちょっとやばいかなっていうのはありますが、まあ、まず問題ない。あともう一丁。CAW って言ったかな？リバイバルバージョンですね。これも、台湾のリバイバルです。ハドソン社の。もう一丁 CAW ってモデルガンがあります。ちょっとっていうのはありますが、うまいことやって、さっきみたいにバラすことができないようになってます。なので問題ないです。じゃあ次はこちらの火山マッドマックスのソードオフバージョンとロングバージョンを見比べてみたいと思います。はい。まずは箱ですね。ファーさんってなってますが、自分は火山と呼びます。ファーさんなので SF0521。これはショートバージョンと同じ番号ですね。
はい、こんな感じになってます。そして、ああ、そうなんだって思ったところが一つあって、ここですね。ごめんなさいね、手ぶれ。赤いバージョン、ピンクに見えますが、赤いバージョンの8ミリ、おう、取れない。8ミリもあるんだなって。これ欲しいですね、自分は。一番びっくりしちゃったことがあったんです。これ初めて箱を開けて。ショートバージョンですね。は、黒いじゃないですか。黒に対して、これをパカッと開けると、中身は、先ほども登場しましたが、赤いんです。リアルウッドが。これは、みんなの火山ノマッドマックスショートタイプ。みんなこのタイプだと思います。赤いんです。そして木の柄が美しいとか、そういうのは全くなく、みんなこんな感じですね。はい。まあ、特別今、レッド2つ入れてます。そして、黒なのに赤い。そしてこちら、ロングバージョンですね。赤に対して箱開けをすると、中が黒いんです。中に入ってるこの銃の、リアルウッドが。これはあれと思っちゃいました。なぜならば自分は赤いものだと思い込んでたからです。特にこれは個体差があるんで、自分のは特に黒い方だと思います。はい。火山車の場合は、ここですね。あとハドソンも、さっきの自分のハドソンもこういうタイプ。ちなみにハドソンは、ここがこうなってないバージョンもあります。少なくてもハドソンの場合は、ここが丸い初期型ですね。で、こっちが後期型です。あとは火山車の、ハドソン車のロングバレルモデルも過去にありました。はい。そっちは正直かっこ悪いんです。なんでかっこ悪いっていうのが分かったかっていうと、ここですね。火山車は長くなってるんです。バランス取りで。ただし、ハドソン車は短いんです。そこがかっこ悪い。ただ、火山車は、これはなんだっけ？さっきも言った、フルメタルなんですが、ここに継ぎ目があります。まあ、これは好き嫌いはっきり分かる。好きって人はいないでしょうね、まず。これ、箱出ししたい、基本的には映画では、これをぶった切ったやつが、こっちになりますが、こっちは、何にもないんです。はい。そして、綺麗なんです。段差がほとんどない、ハドソン車と同じレベルです。まっすぐになってます。ただこれは YouTube を見る限り外人って言い方悪いか、アメリカ人の方とか、すっごいたくさん、このロングバージョンは日本人が YouTube で出すのは自分が3人目だと思います。はい。他に見たことがないです。どんなに検索してみても。はい。そのぐらいある意味人気がないというか、そうですね。どっちかって言ったらやっぱどうしても、マッドマックスといえば、ショートタイプに目がいっちゃうかもしれないですね。ただ、そうですね。自分もこれやっと最近買ったんで、ただこれがないと、比べることができないんでね、比べてみたかったんです。こっちとこっち。次は箱出ししたいと思います。はい、箱出ししました。ロングバージョンのダメなところ。まず、一番最初にびっくりしたのは、このウッドの色の違いです。表紙と違うんだなって。色は揃えたかったので、本当に印象だったら楽だったけど、こっちを黒く染めるしかないですね。それはすぐわかります。なぜか。ここですね、へっこんでます。箱が。へっこんでて、ここにリアルに穴っぽく開いてます。穴っぽこって通用するかな？穴ですね。で、ここに黒いのが映っちゃってます。映っちゃってるっていうのは、このロングバージョンの銃、さっきのへこんでたとこは、ここの一番トップのところが、で、へこんでます。で、上に穴開いちゃったっていうのが、ここのサイトです。はい。サイトで、穴が開いてます。そして、さっきほどの黒くなってるっていうのは、こちら多少なりとも、全体的に擦れてました。はい。それはありえないから、火山車。日本の銃だったら、ちゃんと薄いスポンジを敷きますよね、普通は。これ、火山のマイナスポイント。あとはあれですね、もう、これ、できないな、自分には。あ、
こうですね。はい。そして、火山車のダメなところが、ここですね。渋いんです。戻ってくんないし、これ戻そうもんなら硬いんですよ。ほんとここ、ダメ。火山車ダメ。あとはダメポイント?自分は海外の YouTuber の方のこの銃の紹介も見てます。この、これは当たり外れがあります。自分のは大当たりです。はい。あとはちょっとやってみたいことをちょっとやってみますね。2個あるんで。あ、その前に今ちょうどいいからこれ。ここが大丈夫じゃない。大事なところですね。はい。火山車。証明書ですね。こんな感じだよっていうのを、あります。はい。これは本当に、ただどうやってフルパワーのガスシェル、日本仕様のガスシェルと海外向けのフルパワーのガスシェル、どこでどう、なんていうの、その差をつけてるのか、ちょっと自分にはわかんないですね。ちなみにロングバージョン 1メーターです、長さは。このカッチョアリーバージョン、ごめんなさいね、持ってる人いたら。1170mm。はい。1170mm です。このカッチョアリーバージョン。持ってる人いたらごめんなさいね。で、こちらのショートが、一回明確にします。1470mm です。1メーターってちょうど扱いやすいんです。そして重さが 2.5 キロです。2500グラム。ただ、こっちの短いのは、確か1200グラムです。片手で持つと確実に重いです。ただ、こっちは2500グラムなので重いんかなと思いきや、片手で持つようなことはほとんどないんで、あとバランスがいいんで、重いって思ったことはないですね。自分これ大好きです。ロングバージョン。はい。あとはちょっと、やりたいことやってみますね。あ、足映っちゃってごめんなさいね。